こんにちは。女性が本気になる相手はお金を持っている人やイケメン男性でしょとふてくされたあなた、実はそれだけではありません。いくらお金をたくさん持っている男性でもイケメンな男性でも恋愛対象になれない人もいるんです。反対に特にこれといって特徴はないのにモテる男性もいますよね。モテるためにかっこよくなろうと必死になっても的外れになってしまうこともよくあるものです。女性に本気で交際したいと思ってもらうには恋愛対象になることが重要。女性が男性に本気になるポイントを今日も一緒に動画で勉強していきましょう。1. トラブルを切り抜ける力がある。仕事などでトラブルが起きたり、ミスによって迷惑をかけてしまったりすることはありますよね。そんな時どんな対応をしていますか？自分のミスを認めず人のせいにして責任を逃れようとしたり、ネガティブになって行動を起こせなかったりしている人は要注意。そんなタイプの男性に対しては女性は恋愛対象から見事に外してしまいます。責任逃れをするような男性やトラブルを自分で解決しようとしない男性を見て責任感がない人だという印象を持つからです。女性は男性に守られることや男性を頼りにすることを好んでいます。どんなキャリアウーマンでしっかりしている女性でも心の底ではいざという時に頼れる男性を求めるもの。そのためトラブルに対する対応力というのは潜在意識の中で女性が男性に求めていることなんです。自分のミスを認めて素直に謝る姿勢やミスを解決していく力がある男性には女性は好印象を持ちます。そしてチームなどでトラブルが起きた時に率先してトラブルの解決に立ち向かう男性ならさらに好感触。そんな男性の姿を見てこんな人なら将来結婚しても自分を守ってくれて幸せになれると考えます。 2. 結果を伴う強さを持っている。自信がある人というのはそれだけの努力や実績があります。中には根拠のない自信から強そうに見える男性もいますが、そのようなタイプの男性には実はネガティブな人が多くいます。本当に自信を持っている人はそれだけの実績があるためポジティブな強さがあるんです。この違いは明らかで女性はすぐに見抜くことができます。例えば営業実績が明確に出ている男性と結果がないのに自信を見せる男性がいたとします。見せかけの自信だけの男性は結果が出ていないのに俺はできると言いながら担当エリアが悪いせいだなどと言い訳をします。女性から見て努力の結果が見える男性は素敵に見えますし尊敬することができます。真面目に努力をしていることが自信となって現れていると将来結婚しても安心できる人だと思うんです。家庭を支えてくれることや家族を守ってくれる強さなどが感じられるので本気で付き合いたいと意識するポイントとなります。口だけで結果が伴わない男性の自信は見かけ倒しに見えてしまうため女性に信用できないと感じさせてしまうことに。真面目に努力をして結果を出せる、そんな男性は女性の心を揺らすことができるでしょう。 3. 前向きで心が広い。前向きで心が広い男性は女性だけでなく男性にも人気があります。これは人として尊敬できるポイントです。例えば仕事などで不調が続いている時でも明るく前向きに振る舞える人は素敵ですよね。反対にいつも後ろ向きで愚痴ばかり言っている男性だと周りにも影響します。どんな状況でも冷静に判断ができる人は何をすべきかを考えられるため周りへの気遣いができます。そんな男性を見て女性は一緒にいたら安心できる人で頼りになると感じます。自分が落ち込んだ時でもそんな男性なら受け止めてくれると考え本気で付き合いたいと意識するようになるんです。そしてミスをして落ち込んだ時でも明るく励ましてくれるような男性は心が広く前向きな印象を受けます。女性にとってそんな男性は居心地がよく安心できるため将来一緒にいたら幸せになれそうと感じます。心が広い男性は一緒にいて落ち着きますし楽しいのは明らかですよね。反対に心が狭くて後ろ向きな人だとデートをしていても愚痴や文句が多くて疲れてしまいます。特に結婚した場合ネガティブで心が狭い人と暮らすのは大変ですよね。精神的に疲れてしまい結婚生活が破綻してしまうことも考えられます。
前向きで人への気遣いができる心が広い男性というのは、女性の恋愛対象になりやすく、付き合いたいと思わせるポイントだと言えます。4、人のいいところを見ている。相手の良いところを見ることができる人は、非常に人間的に優れた特徴です。どんな人でも良い面、悪い面を持っているものですが、悪い面ばかりつつく人もいます。人の悪口や噂話をして面白がるような人は、人間性やモラルの問題を感じさせるので、女性からの印象は良くありません。人の良い面を見ようとする男性というのは、相手を褒めることができるため、一緒にいて心地よく過ごせます。例えば、最近調子がいいね、頑張ってるね、などとさらっと褒めてくれると気分がいいですよね。褒めてくれる相手というのは、意識しやすくなる効果もあります。だからといって好きな女性だけ褒めるとガツガツした印象を持たれてしまうことも。いつも他人の悪口ばかり言っているのに急に褒め出したら、女性は不審に思ってしまいます。常日頃から人の良い面を見る習慣をつけて、自然に褒めるということを身につけておきましょう。これはあなた自身の精神的な面にも良い効果を与えるので、一石二鳥となります。5、自分の言葉に責任を持つ行動力。有言実行が果たせる男性は、信用ができ、行動力を感じさせるので魅力的です。言葉に対して責任を持つというのは、非常に尊敬できるポイント。中には大きなことを言っておいて、少しも実現しないような人もいますよね。口だけの男性というのは、当然ながら女性の恋愛対象からは外れてしまうことに。例えば、ダイエットのために毎朝トレーニングをすると言って三日坊主で終わるような人。そしてこのタイプは、できなかった言い訳が多いんです。そんなんでは付き合うのが不安になってしまい、信用できないと感じるんです。恋愛面だと、誕生日には豪華なプレゼントを贈ると言っておきながら、直前で金欠で買えないというようなタイプ。これは豪華なプレゼントが欲しいということではなく、約束を簡単に破る人だと思われることがポイントです。できない約束をして女性を残念がらせてしまうなら、最初からできない約束はしないのが鉄則。有言実行の男性というのは、できる約束しか言いません。言ったからには責任を持つことが礼儀だと分かっているからです。稀にできないこともありますが、決して言い訳はせず、また新たに挑戦していきます。これらの大きな違いは、口だけの男性はかっこつけたい気持ちが強く、有言実行の男性は結果に重きを置いています。女性に意識されたいなら、有言実行の男を目指しましょう。6、いつも笑顔でフレンドリー。男性よりも女性の方が、付き合うかもしれない相手に対して現実的な目線を持っています。男性は外見が可愛い女性を見て、好きかもというようにスイッチが入るのが早いですが、女性は見た目が気に入ったとしても、すぐに恋愛感情になることは稀です。そのため、男女によって恋に落ちるスピードが違う傾向があります。気になったとしても、付き合ったらどうなのかなど観察していることが多いんです。付き合う相手は、一緒にいて心地いい、安心する、楽しいなどを感じられる相手がいいですよね。寡黙でかっこいい男性には憧れますが、ずっとそれでは付き合っていても楽しくないと感じることもあるでしょう。そして、不愛想で人見知りすぎるより、誰にでも明るくフレンドリーに接することができる人の方が、将来的にも幸せになれると考えます。人間関係においてトラブルが少ない相手というのは、結婚してからも安心して過ごすことができますよね。本気で付き合う相手なら、結婚も視野に入れることになるので、笑顔で親しみやすい人は、女性にとって選びたい相手のポイントとなるでしょう。いかがでしたでしょうか。女性が本気で付き合いたくなるほど意識してしまうポイントを紹介しました。どれも女性にだけでなく、人として魅力的なポイントです。女性が本気になるポイントは、結婚してもいいと思える人間的な要素となります。まずはこれらのポイントを意識して、人間的な成長を目指すところから始めてみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。